名古屋の柿谷になろう、名古屋さんの気持ちの、大きさっていうのを僕がそのまま感じたっていうのが一番の理由です。もちろん僕はずっとこうセレッソで戦ってきて変わらず期待してくれてたし、そういう思いっていうのはもう毎年毎年伝わってましたけど、試合に出てない自分であったり、もっとこうしたい、もっとプレーしたいっていろんな思いがある中で、まあ温度差が出てきてしまったりっていう部分は正直あったので、そういう時に名古屋さんのこう考えとか、こうしていきたいとか、こういうプレーしてほしいとか、そういう思いっていうのがこう自分の中ですごく響いたというか、必要にしてくれてるっていう熱い思いっていうのに惹かれて、しかも、去年もそうですし一昨年もオファーをいただいてた、まあ、それだけ熱い思いだったなっていうのを改めて感じて移籍を決めました。名古屋のために頑張りたいなと思います。Oh, my God.